おもちゃはこれ、ハイパーレスキュー2号 AC05 レスキューホバー、 AC06 ファイヤーシップ。戦う相手はハイパーレスキュー、レッツプレイ。ガッガッガッガー、なにがハイパーレスキューだ。俺様の力で見てろよ、ハイパーレスキュー。ハイパーレスキューのサンサン隊員。朝からハイパーレスキュー1号が見つからなくて、どこに行っちゃったんだろう。サンサン、クマリン、そんなに慌ててどうしたの。サンサン大変だよ、トミカタウンが。落ち着いてクマリン、トミカタウンで何かあったみたい。とにかく行ってみよう。ハイパーレスキュー到着。一体何が。取り残された動物さんたちを助けられるはず。行くよ、アクティブチェンジ。かっこいい。レスキューホバー、救助ホバームード。ウサギさん、こっちにおいで。動物さんたち、早くハイパーレスキュー2号に入って。みんな乗れたみたい。よかった。だけどどうして町が水浸しに。プリンサーさん、あっちからハイパーレスキュー1号が。ハイパーレスキュー1号、もう朝からどこに行ってたの。え、あらら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 、カモリン、ガッガッガー、遅かったじゃねえか。ハイパーレスキュー1号、ハイパーレスキュー1号は俺様が盗んだ。なんだって。まさかハイパーレスキュー1号が飛び交ったの。ガッガッガー、俺様のウォーターキャノンで水浸しにしてやったぜ。悔しかったら俺様を止めてみな。ハイパーレスキュー1号でみんなを困らせるなんて許せない。バズロー、おっと、こいつは空を飛べるんだ。そんなビークルじゃ倒せないぜ。どんなー。くらえ、ウォーターキャノン。わー、このままじゃ本当にトミカタウンが沈む。救助船モード、みんなグッドボタンでファイヤーシップを応援して。くらえ、水が邪魔でうまく飛べねえじゃねえか。まずい、地面に降りてきちまった。クモリン、今だよ、ダブルアクティブチェンジ。考えてみてね。
写真を撮って僕たちの LINE に送ってね。この動画の説明欄を開いてタイトルポチ、青い文字があるよ、これだね。ポチ、おー、サンサンだ、追加してね。これでもうサンサンとお友達。そうだよ、 LINE のトーク画面に書いてくれたお絵描きオリジナルキャラクターの名前、君のニックネームを送ってね。簡単楽ちん。サンサンキッズ TV でみんなが考えてくれたオリジナルキャラクターが登場するかも。タイトルを押して LINE でお友達になろう。たくさんのお絵描き待ってます。今日のお絵描き、ベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったら